熟女組の瀬戸恵子です。今は私自身の人生の摩訶不思議な例体験をお伝えしております。今日は第4弾です。29までいったからね、31歳。31歳の時にね、多分ね、30歳ぐらいの時にアメリカが呼んでると思って、アメリカに一人旅行ったんですよ。ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨークで、その時に出会った日本人男性と、マンハッタンに住んでる日本人男性と交際することになって、一緒に暮らして始めたところ、31歳。ニューヨーク同棲生活中、交際相手が常連だったイーストビレッジのトミジャズに行く。トミジャズっていう飲み屋さん、バーに行く。そのマスターの日本の店は27歳の時よく通っていた渋谷のクラブのすぐ隣だったんです。すごくない？で、その27歳の時によく通っていた渋谷のクラブのすぐ隣だったんだけど、そのクラブの店長、オーナー、プロデューサーが、それが29歳の時、ニューヨークから帰ってきて、どこだっけ、まあまあ、でもそのまあ、トミジャズっていうお店がよく遊んでたところの隣、こうビルのワンフロアに2つしかない隣だったって、みたいな。でもこっち側の店のだからオーナーかなんちゃらも、その21歳の時に付き合ってたこの上司と同じ人だったとか、ちょっとわけわかんないな。まあ、とりあえず今回はそのトミジャズっていうね、お店が27歳の時に通ってたクラブの隣だったと。数多く存在する渋谷の雑居ビルの2フロアしかない隣だったとは、すごいことだと思った。本当思った。で、ニューヨーク生活を終了させ、結局同棲を半年で辞めました。で、日本への帰国が決まった途端、新しい出会いが多く登場しました。そうだね、そう、何かを決心してこっちに行くと決まると、こっちの扉がバッとこう開いていくのね。で、帰国後紹介してもらった、江東区森下に筒井薬局っていうね、今はもうなく、その筒井先生もお亡くなりになりましたけど、そこの先生が今思えばダウジングかな、ダウジングとか、あとはまあ霊気みたいな感じかな。で、いろんなゴミ、人生のゴミを取ってくれたんですね。で、だから31歳から40歳までの約9年間通いましたね。ここの先生は人生のゴミを取ってくれる仕事を1回1000円で行ってくれてました。いや、そう、ダウジングを使って真実を見極め、人生の中の不要なゴミを取り出し、やっぱそうだ、霊気によって天界のパワーを注入するやり方で多くの人たちを救助してました。2011年に他界したんだ。そうか。でもね、それまでなんとなく直感で、例えばお父さんって、本当のお父さん違うよなとかさ、母が言ったこういうことって違うなとか言うと、ダウジングで結局あ、そうよとかさ、いろんな紐解いてくれるわけですよ。面白かった。すごく勉強になったし、なんかただどうしてもそういうところだと、悪魔っていうか魔界の人たちがその先生を殺しに来るわけですよ。エネルギーを封じめようっていうか、本当に殺そうとしたりするし、最終的には先生は私のことを見極めれなかったから、一回ご飯を食べたことがあって、食べて帰って、じゃあ先生またねって言ったらね、降りた瞬間になんかでんぐり返しさせられたらしいので
でそこで先生は私のことを魔の人だと思ったらしいんだけど、全然魔じゃないから、うん、っていうことはだから先生が魔だったっていうさ、わかりやすく言えば、うん、でそっからね、ずいぶん軽くなってから行かないことにしたんですよ。まあ40歳で、東京から、都を本拠地を関西に移したから私ね。でその時になぜ行かなくなったかって言ったら、もう綺麗になってるから、でいっぱいほら椅子とかご縁があって、私の前にいる人の話とか私の後にいる人の話とかっていうのも全部共通してのテーマなんですよ。でも自分綺麗になってるけど、行くとさ、ゴミ取ってほしい、ゴミを持ってる人たちがいるから、なんかまたゴミをね、ゴミの中にあえて行く必要ないなっていうところで卒業して、でしばらくぶりで1回ぐらいお会いしたかな、あらーとかねしたけど、うちの母親も1回連れてったかな。あとはあんまり変な人だから誰でも連れてきていいっていうから連れてったら、ああいう悪魔は本当やめてくださいとかね、いろいろありましたけど、そういう方いらっしゃいました。筒井先生ありがとうね、本当に。でおかげさまでそうやって軌道修正、いろんな力で、だからそういうのをやってくれる人たちっているけど、やっぱりなんか決めるところは料金じゃないですか。一番占いとかで除霊とかなんかこう占いとか1万円っていうのがなんか一番ストライクゾーンなんじゃないですか。でも1万円でも1回行って、あ、また調子悪いから行ったらあっという間にあれだから、まあ、満単位ってどうなのかなって思いますよね。うん、1万円が一番ストライクゾーンで、1万円だったらいいやって思いがあると思うから、だからなんていうの、きっかけは必要だけど、直したり軌道修正していくのは自分だから、まず自分が騙されないためには自分が誠実に生きることなんですよ。自分が誠実だったら誠実な人とつながるから、うん、あとは自分が誠実だったらそうじゃない人たちと会った時に違うなってわかるから。はい、31歳、はい、32歳前年度だ、前年31歳の時ね、ニューヨーク在住日本人男性と結婚しようと同棲生活を試みるが半年で断念で、アメリカの永住権は結婚すればもらえるのですごく欲しかったね。前からマンハッタン住んでみたい、ニューヨークに住みたいと思ってたからね、結婚すればもらえるから欲しかったけども、心を偽ることはできないことから帰国を決意。で、その時にアメリカのね、グリーンカードって抽選で年間5万人の人にあげてたんです。20年間。でも最近またやり始めたみたいですけどね。で、1人1通封書を出せば、抽選、ロタリー、抽選だから。で、それで帰国の2ヶ月前に提出した永住権。どうせだったら、もしね、アメリカが私を必要としたり、必要で、まあ必要としたりというか、私が必要としたり、アメリカが必要としたり、どっちか分かんないけど、必要だったら当たるだろうと思って、帰国をね、だからそういう、なんていうの、好きじゃない人と永住権欲しいから結婚するようなことじゃなくて、それは切って、で、でも、じゃあかけてみようと思って、一人一通のそれを出したら、で、帰ってきたんです、日本に。そしたら、何?抽選が当たりましたっていうのが半年後にね、当たりましたと。だから日本を家借りてさ、家具とかも借りてさ、住んでて半年後当たりました。それからさらに1年間インタビュー面接までのね期間があるんですよ。なんやかんやで帰ってきて1年半ぐらいは日本にいたのかな、うん、そうなんです、はい、それもまか不思議だよね、そういう意味で。で日本人2000人に1人ぐらいの割合だったと思う。だからみんなニューヨークマンハッタンとかに住んでる人たちは仕事で働いてるところの会社から申請してもらうとだいたい平均10年かかるんですよ。その間もし何でパワハラとかさ、ブラック企業だってそこ辞めちゃったら1年2年ってあるから、どんな条件悪条件でも10年しないと取れないから平均ね。だから我慢してみんなそこにいたりしてるのが抽選で当たっちゃったから、そんな、なんていうの、普通は当たらないらしいんですね。なので、当たった責任もあって、1回更新したから、まあ、20年ぐらいは持ってたんだよね。
でももう最近のあれでロタ島で0円生活して帰ってきた時点でもういいやと思って、更新しなかった感じですね。はい、まか不思議。33歳まだ時間ある？33歳大丈夫。前年度に、そうそう、だから32歳ね。だからそれでアメリカに行くことも決まって、もう本当にもうやりたい、脱ぎたかった、17歳の時からね、脱ぎたかったんですよ。杉田かおるさんとかね、川上真由子さんとかね、三原純子さんとかね、汚れ役とかやってて、ああいう役だったらやりたいと。子供の時からビービー泣いていじめられて、ね、泣いてた暗い子だったから、そういう役だったらもう偽らずにそのまんまできるっていうのでね、それがニコニコ、おはようございます、よろしくお願いしますの世界でギャップがあったから、で本当は脱ぎたいんだったらどうせアメリカ行くし、今だとチャンスはラストチャンスだっつって32からその女優業を始めたわけです。で33歳、前年度前の日、32歳から12年ぶりに女優に復帰して波に乗り始めた頃と、ある大きなプロジェクトに参加。あ、そうそうそう、ため池五郎さんの、義母敬語っていう作品があって、2泊3日とか3泊4日の仕事かな、今ではあんまないでしょそういうのね。でそれが14歳から15歳の時に在籍していたその養成所、東京放映の先輩の女性がヘアメイクを担当した。そうなんですか、摩訶不思議体験ね。ここまでいけるかな。で仕事場で、さらに仕事場で出会った男性に紹介され、雑誌の仕事で会った人、私がその時に永福町ってところ、西永福、どっち、西永福に住んでたのかな。で多分この人は、明大前かなんか住んでたんじゃない？あ、そうだね。で、仕事で会った男性に紹介され、明大前のバーに連れて行かれました。で、そこで知り合った人がいて、音響屋さんやってた人。で、A さんは、もう話してたら、私、音響の N さんという人知ってるんです。全然僕の、あれだよ、同僚っていうか、仲間だよっていう。そうなんですかみたいな。でもそれが21歳の時に男性不信になって一緒に住んでもらった人なんですよ。だってね、結局いろんな PA さんを知ってるなら別ですよ、そういう人しか知らないです私。で全く全然違うルートの話でしょ、そのなんていうの、アダルト系の仕事の雑誌社の人と行って、でそんなまた全然知らないとこのバーに行って、で言ったら、はい、めっちゃ驚くでしょ、摩訶不思議。そうなんです。でそこで、M さんとはずっと疎遠だったんだけど、連絡がまた取れて、今では Facebook のまたつながっていただいてます。さらにこれがすごい、さらにすごいのは、その A さんと先輩ね、先輩っていうかまあ先輩でね、結構色っぽい感じの方なんですよ、いい感じの方なんですよ。でなんか一回ちょっとデートしてみようと思ってデートしたの。そしたら私その時にお会いした時に名刺を渡してて、そしたらその A さんの、奥様が、あれパパ瀬戸恵子ちゃん知ってるのって話で、えって言って、その A さんの奥さんがその養成所だった時の、一緒に、まあ、芸能活動していた先輩だった。よかった、仲良くなってから知らないで、なんで、え、知ってるの、で知ってますよもちろんって、え、そうなんですかみたいな、めっちゃこうだからご縁ってすごいでしょ。いやもう本当になんかね、もうわけわかんないですよ、そういう意味では。そんなに、だってそんなにあれでしょ、その業界にはいないんだから私。そんなのいっぱいあります。あ、バランスがどうしてるかな。だからそうやってね、紐解かれてくるんですよ。そうなんですか。でもさ、もう55歳とかさなったら、なんかなんていうの、そんなのもさ、そうだったんだってみんなこう
受容できるっていうかさ、そんな感じですかね。懐かしい。こうやって話してるとそのシチュエーションが浮かびますかね。みんな元気。まあこれは今いくつまで言ったんだっけ。33歳。だって出会いの累計が7000人っていうことは、ちゃんと表に出ていけば、少なからずとも7000人中何人思い出すかな。まあ5000人思い出すとしても1人だいたい3人とか4人の友達いるから、それだけで広まるもんね、そういう意味では。だからやっぱり名前ってね、あのアダルトやる時も名前がキーワードだから、結局なんていうの、そこを違う名前にしちゃったら分かんないじゃないですか。その出会ってきて「セイハロー」っていうイメージがあったの、元気って。だからあのキーワードですよね、名前、記号。個人的には誰かとは、あの何、新しい方とお会いした時に名前はいらないと思ってるんですよ。だって名前いらなくても会話できるからね。日本人の人ってすぐ先に名刺は出しますけど、あれもあのアメリカ人は最後ですよ、出すの、仕事の人でも。で、芸能界とか、あとこの魔界の人たちはには下手にも、だから名刺なんて渡すとね、詐欺師みたいな人っていつもこうやって名刺の束持ってる。でこうやって見て、ほらほら僕知ってるんだよとかさ、私知ってるのとか言うから、ああそういうやり方をするんだねって。だからね、むやみやたらにね、渡したりするのもどうかなと思いますね。いやーでもなんか今若不思議でここまで話しただけでもみんなに会いたいし、いずれこれが自分が何ていうの、何で出るか分かんないですけど、まあ多分アートセックスだと思うんですけど、それに3度目の正直でしょ。最初は、小成功でしょ、金床があって、でアダルトがあって、今回は3回目だから3度目の正直なんで。でもみんなして会った時に、実はこことここつながって、そうなのとか、っていう、なんかそういうイメージですよね。うん、自分は忘れてる人でもそれだけのこと動いてるしね、忘れてても相手はさ覚えててくれてたら、あそうなんですかって、なんかそういうイメージ、いいイメージをこう描きながら生きていきたいなと思っております。どんなにまあ今はほら摩訶不思議の話だけど、どんなにその時に嫌だなと思って別れた人でも、その人がいてくれたから今の私がいるというところで、みんなに感謝。なので、いずれはそうやって、キーワードが摩訶不思議が本当にオープンになって、実はこうだったのよとか、そうだったんだって、本当にあの時実はこうだったのとかさ、そういう愛の世界を作れたらいいなと思っております。